今日は我が家の閣下のご要望で日向夏のカクテルをお作りいたします。閣下のご要望なら致し方あるまい。なんと今回閣下の知人の方から結婚祝いにバカラグラスをいただきました。ありがとうございます。これ2つでなんと4万円もします。ミルニュイというワイングラスで持ってみるとしっかりとした揉みを感じます。そして質感が全然違います。100均で慣れている我々からすると触るだけで緊張いたします。今回はこのグラスに合うカクテルを閣下直々にご所望されたので、日向夏とスパークリングワインでお作りしたいと思います。いやしかしそれにしても美しいな。これもし割ったら死ぬな。カットした日向夏をブレンダーでぐしゃぐしゃしてから網でこし、スパークリングワインを到着素投入、氷を入れてくるくるしてグラスに注げば、ホワイトミモザ風日向夏のカクテルの完成です。